こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。正直この話題に触れるかすごい悩んだんだけど、今回は触れていこうと思うよ。何があったか端的に説明すると、一部のゆっくり動画を作成するときに、ある人にお金を払わなくちゃいけない状況になったんだよね。実はこれが結構今問題になってて、大手ニュースサイトとか、私たち白霊霊夢を作った原作のズンさんまで対応してるんだよね。ちなみに払わなきゃいけない額は10万円で、正直動画の収益とかを考えても貯金が減ってくんだよね。一部の動画ジャンルにゆっくり実況は含まれてないはずだけど、結構曖昧だからもしかしたらアウトかもしれないんだよね。ということで、この騒ぎが落ち着くまで一回休止しようと思うよ。これで巻き込まれるのも嫌だしね。あ、でも例外としてショート動画だけは更新するよ。理由としては、消さなくちゃいけなくなった時にどの動画も消すのは嫌だけど、ショート動画は比較的消せって言われてもダメージが少ないからね。まあでもさすがにゆっくり実況は大好きだから、遅くとも2週間後には復帰するよ。この動画を見て他のゆっくりをやってる人たちにあげるのをやめた方がいいですよって言ったり、この問題に関わってる人への誹謗中傷はやめてね。あとコメント欄に今回の問題をわかりやすく説明してくれてる YouTube 動画とニュースサイトを貼っておくから、気になった人は見てみてね。それじゃあ今回は急いで動画を作ったから、なんかミスがあったらごめんね。それじゃあバイバイ。